みをあぶり出せビビッドワードウルフ。イエーイ、誰だ狼お前だ知ってる方も多いと思いますが、ルールを説明していこうと思います。お願いします。ワードウルフとは村人と狼に分かれて戦うゲームです。村人に与えられたお題に対して一人だけ違うお題を与えられた狼が潜んでいます。2分間の質問やトークでその狼を見つけ出すことができれば村人側の勝利、見つけることができなかったら、もしくは見つけられましたが狼側が村人側のお題を当てることができれば狼側の勝利です。はい、はい、勝利した陣営側に1ポイント、狼側が相手のワードを当てて勝った時のみ狼側に2ポイントが入り、合計得点を争っていただきます、ということで結局は個人戦です。で、一番勝った人には帰りに龍が何かおごります。冷蔵庫、冷蔵庫、冷蔵庫欲しいね。免許それは取りに行ってください。はい、ということでやっていきましょう。今回のお題はこちらとこちらです。こちらが狼側です。一円、これさ、ヨシシじゃない。はい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 、ね、はい、はい、全員見たので目を開けてください。はい、オープン。なんで書いてあったんだよ。そんな力ずくて。狼はお前だ。お、その心はフラフラ言ってそれじゃあ入っていきます、はい、いきます。みんなはこれ結構好き好き、うん、まあめっちゃ好きってことだよ。普通は結構好き。俺結構だいぶ好き。あー、それ2回、俺絶対一緒だと思う。絶対一緒だ。俺絶対一緒だと思う。もう聞いたことある。だってさ、聞いたことあるもんね。そうだよね。レンはいいけど、好きだったマサヤ。何が好き？え、アシン。あー、これはね、レンが好きっていうの聞いたことある。そうだよね。え、そうなの。なんかその、それ単体じゃないけど、え、さあ、そう、分かる分かる。そのそれを用いた。それを用いた。寝たよ寝たよ寝たよ。最近それされてる。え、聞いたことある。聞いたことある。この間聞いたことあるよ。いや、違う。いや、違う。でもさ、怪しくない。あ、違う。パッと。いや、一回確かに。確かに。荒らせられるよ。でもなんか、一回割れたような気がして。え、あ、観察してたんだ、今。もうすでに誰かが合わせてるって思ってて、俺は。あ、こっちだった。こっちだった。一旦ね、だからここは一緒だからずれず、いや、その方は怪しい方だ。じゃあ、指さしてください。いきますよ。分からん。せーの、はい。かなたとまさや、じゃあ延長戦する。30秒ずつで、なんか展開してください。いっぱい食えなくない？どうだろう、食えない。まあでも、いっぱい食えない。いっぱいは食えない。そうだわ、まさや、いっぱい食える自信がないの。最近食べた？今年の2月とかかも。なんかあの差し入れでいただいたやつとかあったり。ああ、2月。記憶いないぐらい。記憶。え、どの季節に食べたい？せーの、秋。ああ。でもこれは多分。しかも秋の VS なんだと思うよ。あのアドバンテージ取ってんのはメンバーが好きなのを知ってるってこと。ああ、なるほどね。そういえばそうだな。確かにけど。あれ確かに。だってまさに人類の終了。知ってんじゃん。で、言葉言葉。うにゃ。じゃあ、指差しお願いします。せーの、お前だ。僕？あなたが出されたお題はこちら、栗でーす。え、あれ、え、お前だな。栗以外の人手挙げてください。ちょっとやってたやん。もう分かった、もう栗って分かってたんだ。そうだ、まさやが合わせられたんだ。あ、なるほどね。こちら怪しいと思ったんだよ。さつまいもね。俺もね、ちょっと一つ怪しい言葉あったの。何？レンが好きって言った時、え、そうなの？レンが好きっていうの聞いたことある。そうだよね。え、そうなの？え、そうなの？やられたということで、まず1分って感じで。今回のお題はこちらです。一つの、こちらが狼側です。え、今のさ、はい、目開けてください。ということで2分間の話し合いスタートですよ。スタート。これはちょっとあれだな、なんかさっきと話が違うというか。話違うな。これの事柄に対してどういうあのロケーションを思い浮かべる？まさやは学校とか。いや、俺は青春。
あ、まあ、近しい。ロケーション青春。ロケーション難しい。色で表すとしたら何？まさに水色なの。水色？ピンクかと思ったけど。え、そう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 。ピンクかと思ったけど、多分ようやく一緒だわ。水色？うん。何色だと思っちゃう？青さん。黒。黒？だいぶだ。何色だ？これじゃあ黄色。黄色。はい。え、待って。これピンク。ピンク？ピンクと黄色はなんか結構しっくりこない。ね、来ない？うん、来ない。なんでってなる。え、黒は分かる。分かる。うん、まあ、なんかよっぽどだったんだなって。水色は分かる。まさにこの回だと思う。時間来ましたんで、皆さん投票タイムに行きますよ。せーの、ハルキが。え、ハルキさん誰？ハルキさん。あ、ねえ、処刑されるのはハルキ。絶対違うの。これパルル絶対市民だよ。嘘。まさにこれ分かった。誰？ちなみにそうだ。パルルはなんかそうだ。さっきおかしい人が今絶対市民だともそうだと思って俺に。パルルのお題は、僕のお題は片思い。そうです。人狼の人、あなたのお題は何ですか？僕の、ほらね、黒意味わかんないよ。意味わかんないよね。ほら、めちゃめちゃドロドロ大好きじゃないの。失礼したんだ。いやいや、しかもなんで黒なの。続いての問題はこちらだ。めちゃこれとこれね。こちらがいや、もっと質問するべきなんだろう。そうね、もっと話し合おうじゃん。ちゃんと。それでは話し合いスタート。これに近いものもさ、曲ない？ある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 。終わり。なんか一瞬で分かっちゃうの。なんか受ける。いや、楽しみじゃない。どういう感じの声？声質？その曲綺麗。待って、絶対。あ、分かった分かった。違う。ボカロでもあるよね、こういう曲。うん。まあ、ちょっとなんか俺はこのお題を見た時に、うん、このゲームマスターのおまけをすごい感じた。こういうのがしたいのかなみたいな。あ、なるほどね。それこそさ、あの、うん、色で表せる。ピンクピンクピンク。ちょっと待って。黄色なんだけど。ああ、分かる。絶対違うし、絶対違う。今回現れたらもう終わり。黄色。終了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 。それでは行きます。せーの。これじゃないよ。 100% 助けて。 100% じゃあ、レイさん、与えられたお題言ってください。俺が与えられたのは初めてのキス。え、待って。じゃあ違うお題の人、あなたのお題を言ってください。初めてのお使い。ほら、お前だ。お前だよ。今回のお題はこちらです。まさかを教えて。おお、今回はこちら側です。それでは話し合いスタート。よいしょ。みんなこれ好き？俺結構好きかも。あ、これはそんな感じもない。俺もない。泣いた。俺もない。そうでもない。あんまり知らない。うん、あ、なるほどね。それについてどういう感情を相手に。感情？感情があんまり浮かび上がらないというか。なんで感情が湧いてるの？なんで感情が湧いてるの？そう、うちらは結構なんか、うん？みたいな感じじゃん。逆に、うん、結構好きじゃん、なんか、うん、そう、それはなんでだろう。確かになんでだろう。なんか全然好きになっちゃったみたいな。でも自分この間話したわ。俺と？どうする？これ合わなかったらどっちかだよ。青ちゃんすごいなと思って。確かにそこ聞きたいよね、一番情報源あるから。すごいって思うことは、うん、頑張って終了。なんで本当に分かんない。いきます。せーの。じゃあ、かなたのお題を教えてください。あれ、すぐ分かんない。これはダザイさん。一緒。なるほどね。違う方、あなたに与えられたお題は何ですか？ですよね、だと思ったんだよ。あ、なんで？え、俺のお題は太宰だったら青のスイーツ。なんで？そう、みんなが好きなとこじゃないから。こちらが、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 こちらが
それでは最終戦スタートしていきます。よーいドン。嫌っていう人いないよね、多分苦手っていう人。ああ、うん、そうか、うん、私よく映像とか見る。うーん、好き、マサヤが好きなポイントは、うん、動き、見た目、うん、だろうな、言うと思う。サイズ、あサイズか、サイズわかる、可愛らしい、可愛らしい、優しそう、優しそう、うん、なんか今のところいなくない？なんかもうちょい深掘りしていくか。じゃあサイズ感はどんぐらいなのか。じゃあサイズ感はどんぐらい、まあ、確かに確かに結構的を得てるというか、これぐらいかなっていう。いや待って、これ近い気がするんだよね。じゃあ絶対そうだと思う、これね。えほぼ同じなんちゃう。顔のパーツで一番分かりやすいところ、いくよ、せーの、耳の、うっ、うっ、耳特徴的じゃない、こんな感じで。え、まあ、もちろん鼻も思ったけど、耳もやばい、絶対平民だ。翔一が食べるものの色を言おう。せーの、緑。ああ、誰か言ってないっすか今。いや、全然いい。覚えてないか。それか、見た気がすんのよ。ちょっと見たって、これこっちしか見てなかったの。ちなみに終了の時間です。ちょっと待って、本当に仕留めたいのに。一回くらいで。いきます。せーの。処刑されるのはヒミキです。違うの、これはね、信じちゃった俺二人のこと。違うの、リン君じゃないはずでは。これなんだ、これなんだ、何なんそれ。その先自分が刺してる、私が。じゃあヒミキのお題を言ってください。せーの、西田ヒミキです。おお、すごくない？すごい。なんでなんで最後わかったの。だって緑ぶちまくだったもん。え、ちなみに王様なんだ。ジムはめちゃくちゃ今反射神経そうって。そうそうだよね。ちょでもちなみにまだ響きに逆に。いやそうなんだよ。されても。確かに。待って確かに。はい、じゃあ響き。マジでこのサイズ感何？村人側の本当にワードはマイクロ豚。マイクロ豚。じゃあせーのでいいよ。じゃあ感触でした。せーの、コアラ。コアラね。鼻でグレーで。緑、コアラ鼻の印象全くないわ。でかい鼻、全然印象ない。なんでやってこれは素晴らしいです。素晴らしい。よかったね、見ましたね。ということで、じゃあ最終ポイントを発表していただきましょうか。あれ1 1 1 1 1。あ、俺も今1だな。今1と。ということで、優勝人は僕です。あおちゃんです。あおちゃん、すごい。悔しい。いや、心に傷は負いましたから。はい、ということで、オオカミを炙り出せ、リリコワードウルフでした。ありがとうございました。バイバイ。